うまっ。ジョンです。ジョン。やばい。はい、皆さんこんにちは。レガテドリブル塾です。なあなあ、タクヤ。いいちゃうで。呼び方のダサさ。誰？誰？誰ですか？ジョンです。ジョンです。ジョンです。私はジョンです。いつもカメラマンをやってくれている、はい、ジョンことカメラマンKです。ついに画面上に現れたな、はい、今日はタクヤと入れ替えます。はい、はい、なぜかというと、はい、自分で足移してください。怪我しております。内側いってますね、これは。これはちょっと長引きそうですね、はい、でももう、声がね、こうやってカメラマンやってくれて、はい、で、サッカーもできるんで実際上手いからな、はい、なので、今回は対決します。レガテのカメラマン K の実力はどんなもんだと。ちなみに俺怪我してるんで両足首捻挫と右肩上がらないです、負傷だから。対決したら勝てるはず、普通にやれば、はいはい、普通にやれば勝てる、ね、だからこれで負けたら、もうエンチャー NG です。出ません。気持ちの問題です、はい、プレッシャー弱いってことは。カメラだけに専念してもらう。カメラだけに専念します。これ勝てば、じゃあ今後も、画面上に現れる頻度が増えるかもしれない。増えるかもしれない。なので頑張ってください。今日勝ちます。はい、勝たせてもらいます。で、今日はじゃあ何の対決をするかというと、はいはい、イングランド式シュート対決。シュート対決するんですが、ちょっと肩怪我してキーパーできないんで、キーパー入れないんで、ゴールはブルーロックマン用意してます。お、お願いします。ブルーロックマン、今日のブルーロックマン幅広ない、はい、はい、でかいです。もう入るスペースはあの横ということで、1人10本シュート蹴ります、ね、右から5本、左から5本という形で交互に蹴っていって、その合計得点で勝敗を決めたいと思います。なるほど。カメラマン K さん、はい、どうなんですか、意気込みは。これはね、気持ちの問題です。気持ちの問題、どういうこと。気持ちでいきます。見て、死に暑いわ、今日大きな、まあ暑いですけど、まあ暑さにも負けず、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきます、はい、それではレッツーシーサー。お、これはちょっとシーサージャンケンも初やばい。かっこいい。いや、初見でした。ただのやばいやつにしか映らない。あ、こういうやつ俺が行くわけ。あ、俺が行くわけ。あ、どっちが主導権握る。こっちが握る。あ、俺が握るらしい。どっちが握る。はい、オッケー、いきます。これ重要だからね、先行後攻。そうやな。ちなみにどっちがいいの、先行後攻。え、だから普通にメンタル的には後攻が有利。あ、なるほどね。後攻取った方が。メンタル強いから別に。俺は先行取るけど。オッケー、いきます。最初はシーサー、じゃんけんポン。アイコはマグス、じゃんけんポン。ポポはい、ここでいきます。なんで高校な。ここメンタル的に高校です。メンタル負けてるやん。メンタルよ。暑いっすね。日焼け止め塗らないといけないな。そんな時はペルブータした。もうここから帰りたくない。はい、やばっ。うわぁ、うわぁ、えい、うわぁ、くそぉ、ダイボー、よいしょー。記録2本。まあいいでしょ。まあ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 。5本中2位はまあ最低のルマは達成よね。ちょっとポストがあったからな。ポスト2ですから。あれがでかい。1本目。はい。うまっ。おー、スーパー。うまっ。これがカメラマン系の実力。いや、これはね、まだまだまだ本領発揮してない。ずいぶん自信満々だね。メンタル大事。確かに。はい、さあ、行こう。うん、まっ、来ました。うん、まっ、やりましたよ。正直トラップ全然だったけどね。あれは足元収まりすぎて。あれが世間人わざと。嘘つけ。ミスやろ、あれ。あれあれあれ、なかった。
ちょっと長かったね、芝が。あ、そうなの。ここがね、あ、こ、ここで浮いたんだ。ずっと長かった。うわ、環境のせいにするやついる。4本目。はい。はい、来ました来ました。でっく、ナイボーナイボー。でも全部同じコースだね。左も行ける。余裕余裕。いや、本職左だから。あ、じゃあ次ちょっと左見てもらおう。本職左に。左コースね。はい。ライボル。いや、優しいか。うまっ。はい、来ます。いや、優しいか。はい。うまっ。はい、来ました。うまっ。これがね、実力です。あざっす。なんかうぜぇ。うまいけどなんかうぜぇ。カメラマン系、カメラマン系なかなかいけますね。後ろ見て、後ろ見て。なめ腐ってる。5本中4いってるから。ちょっと調子乗っとるな、あれは。俺はそうだな、俺4以上決めないと。なんか多分だけど、今全、これを見てくれてる全視聴者は翔ちゃんのこと応援してると思う。まあまあ、でも、え、何本差？2本差か。ライボン。おお。流す流す。冷静に流し込む。シュートの基本だからね。そう、流し込む。パワーじゃない、コースなの。コースですね。これはコースに蹴り分ける練習でもあるから。そうだね。うわぁ、はい、うわぁ、入らんぞ。で、あと2本、あと2本。俺次決めないと。いや、え、4、3勝今。そうだな、最低1本決めないと並べないわ。おお、ゴール。ひも踏んだんだけど。オッケー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 。これで同点やの？これ決めたら俺とりあえず逆転。はい。うわ。バーモ。さあ、これでジョンさんがゼロだとそのまま翔ちゃんの勝ちね。これで2本決めれば勝ちです。2本、はい、OK。 1本で同点。あ、1本同点、気持ちいい。一番気持ちいい。勝てますか？余裕です。気持ちしか言ってない。やっぱりここまで来たら気持ちです。頑張ってください。はい、同点だった場合頼んでたから。あ、OK。 全国の皆さん勝ちます。このプレッシャー、こういうプレッシャーが以上。やれぼう。わあ、幸先悪い。ゲームアルトだ。やめ。はい。やれぼう。やった。いやー、やばい。あ、これが、ここから楽しくする男ですから。7本目。はい。やれぼう。やった。ちょっとやばくないですか？あと2本だよ。いや、まあでも2本決めたら勝ちってことでしょ。まあまあまあ、いや全然大丈夫です。強気だね。これを右にぶち抜いて左にぶち抜いて勝ちます。4本目だよ。4本目ね。もう遊びいらないよ。あ、いらないよ。勝っていいんだよ。勝てばいいんでしょ。うん、オッケー。4本目いきます。はい。やめいこう。アウトです。余裕のアウトです。ファーストチ悪いって。いや、でもこれで同点になったらあれでしょ、そう、面白くなってきた。サドンデス狙い。サドンデス狙いです。追い込まれてる。集中。よし、絶対決めるわ。ラスト、ラスト。オッケー、決めます。優しいの出してあげるわ。ああ、決めるわ、何でも来い。いや、いいボール。サドンデス狙いです。
蹴り慣れてないんで。いやいや、まあ、イングランド式は慣れもあるから。難しかった。楽しかった。楽しかった。楽しかった。悔しいよりも楽しいが勝つ。サッカー楽しいです。はい。まあ1本目の企画ということで、まあまあまあシュートは上手だった。だが俺に勝ってないんで、チャンネルには。チャンネルは何？まだ出られません。あ、練習します。次の企画フリーキック対決。わかりました。練習しておきます。タクヤが戻ってくるまでは俺たちの戦いです。あ、オッケーオッケー。はい、勝ち越します。今負けてるってことね。今負けてる、はい、で負けた方が俺に焼肉だったよ、ね、あ違うっけ、あ違ったか、もうマイナス1だから次負けたら焼肉、焼肉焼肉行きましょう。お、強く、みんなで行きましょう。はい、ということで、はい、今日はですね、タカヤが今怪我してるということで、カメラマン K の公平に出演していただきました。で今後もレガテのチャンネルで出てくると思うので、ぜひ皆さん覚えてください。サックボケーのけボケーのけ7、8。はい、ということで今日この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録のよろしくお願いします。はい、次の対決ではフリーキック対決しますので、ぜひそちらの方もチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。